クックヌヌだよ。みなさんこんにちは、ヌヌファクトリーのヌヌです。今回はですね、私の社用車のこのマイバッハさんに ETC を取り付けていきたいと思います。で、このマイバッハはお客様の代車兼荷物車として日々活躍してくれてるんですけど、お客様に代車でお貸しするときに ETC ないのっていうお声が結構あったんですよね。なので今回は ETC の方をつけていきたいと思います。で、 ETC があれば、まあ、私も便利になりますし、どうしても施工自体が 5,6 時間と長い時間かかってしまうので、そういった時に ETC があれば遠いところにも行けますので、お客様的にも便利になるかなと思います。で、 ETC の取り付け方法はとっても簡単っていうのと、今回取り付ける ETC は Amazon とかで販売されている格安品になります。格安品なんですけれども、結構いろいろな機能がついていてとってもいいなと思ったので、皆さんとシェアしたいなと思っています。なのでよかったら最後までご覧ください。今回取り付けしていく ETC はじゃじゃん、こちらの日立の ETC を取り付けていきます。で、これ Amazon で私は購入したんですけど、お値段はだいたいこのぐらいです。で、普通ネットで ETC を買った場合は自分で車屋さんに持って行ってセットアップをしてもらわないといけないんですけど、今回のこの ETC はセットアップ込みになっています。なので自分で車屋さんに持って行ってまたお金をお支払いしなくてはいけないっていうこともないので、とってもいいなと思います。で、今回メーカーさんにこの ETC のセットアップをしてもらうにあたって、この車の車検証のコピーだったりとか身分証のコピーっていうのを送らないといけなかったんですね。で、送って返事が来て商品が届くまでだいたい1日か2日ぐらいでした。スピードっていうのももちろんいいなと思いましたし、対応の良さっていうのもいいなと思いました。メーカーさんに直接私聞いたんですけど、こういう ETC を販売してだいたい15年ぐらい経っているそうなんですね。なのでちょっと身分証のコピーとか車検証のコピーを送るの抵抗あるなと思う人いると思うんですけど、そのぐらい長くやってる会社さんなので安心して私を送ることができました。あとは実際にこの商品使ってみて本当にいい商品なのかも検証していきたいと思います。それでは早速取り付けの方行ってみましょう。それでは早速開封をしていきます。よいしょ。まずはこれ、説明書兼保証書です。中もこんな感じでイラストが書いてあってとっても分かりやすいです。あとこちらが本体ですね。わー、すごい、めちゃくちゃ新品、まあ当たり前だけどめっちゃ綺麗と、これは両面テープかな、本体を貼り付ける用の。それとこれが GPS です。そしてこれが配線なんですけど、もうヒューズ管とかも取り付けられていてとっても分かりやすそうな配線です。それでは早速取り付けの方していきます。まず最初はこの GPS 受信機を今回はフロントガラスにつけていこうと思います。で、その際にここのフロントピラーを外さないといけないので、まずこのフロントピラーを外す作業をしていきます。取っ手を爪でこうやって、中にネジがあるんですね。なのでそれをプラスドライバーで取っていきます。あ、意外とあっけなく取れた。そしたらこのままフロントピラーごと取れそうなんで、ちょっと引っ張って取ります。あ、オッケー。すでにもうドラレコの配線があるんですけど、それを伝うように今回の ETC の配線もつけていきます。この辺ね、しっかり脱線して、クソ曲がったぜ。こういうのまっすぐ貼りたいタイプ、ワイはこの辺でいいかしら、ね、あとはこの配線をここをちょっと浮かして入れて隠していきます。天井がもう柔らかいんで多分サッと入ると思われます。そしたら今この天井を這わせてこう来て、ここの内側を通って下から出した状態です。それでは次に配線を取っていくんですけど、今回はアクセサリー電源から取っていきます。で、クリッパーとかあとエブリーとかはヒューズボックスがここにあります。
アクセサリー電源一つドラレコで使っちゃってるんですけど、その下のもう一つのアクセサリー電源から取っていこうと思います。取れた。はい、これが今取ったアクセサリー電源になります。それでは今取ったこちらのヒューズ電源を、ヌヌファクトリーではたびたび登場しているエーモンさんのフリータイプヒューズ電源に入れていきます。まずここの黒いところに先ほどのヒューズ電源を入れます。入れたら蓋して、これをまたヒューズボックスに戻すんですけど、注意点があって、こっちの赤い線の電気が通ってる線をヒューズボックスの電気が通ってる方に挿していきます。電気が通っている箇所の確認はこの検電テスターを使って測っていきます。まずこういうヒンジのところにかませてアクセサリーモードに入れます。そして測りたいところのつけてあげると電気が通ってるところは赤く光ります。逆にこの下の方は赤く光らないです。なので今回は上向きの方が電気が通る直線になっています。 OK、 はい。あとは ETC の配線と、あとヒューズから取った配線をつなげていくだけです。もうここがギブ押し加工されているので、もうここだけ差し込むだけです。はい、これで接続の方が完了しました。マイナスの方なんですけど、エブリーとかクリッパーはここのグローブボックスの下あたり、ここにボディアースできる場所があったので、ここにつけてみました。あとは ETC 本体の動作確認の方をしていきます。はい、お、ついてるついてる。これでしっかりと電気が通ってる証拠。喋りましたね。喋りましたし光ったので、これで大丈夫です。あとは GPS の配線もここにつなげていきます。はい、そしたらあとはこの ETC の本体を取り付けていくだけです。で、今回はこのグローブボックスの内側、右側の内側に貼っていこうと思います。さっきみたいにまた脱脂をして、両面テープを貼ります。ペタリ、こんな感じです。あとはこの外したグローブボックスとかフロントピラーを逆の手順で戻していくだけです。じゃあ戻しましょう。それでは早速実際にこの ETC がちゃんと機能するのか実験していきます。まずエンジンオン、光ってる。 ETC カードを認証しました。有効期限は2022年9月です。 OK、 まず第一関門はクリアです。じゃあ実際にちょっと高速に乗ってちゃんとゲートをくぐれるのか見ていきます。それではいよいよ高速の ETC ゲートをくぐります。どうだろうか。止められたら恥ずかしいな。行くです。ほう、ナイス、行けました。ナイスです。というわけで今回はマイバッハに ETC を取り付けてみました。で、動画でも見てもらって分かる通り、とっても簡単でしたよね。で、これ全然車屋さんに頼むことも OK なんですけど、今回の ETC だとセットアップもされているので、もう自分でポン付けで取り付けもできますので、できる方はぜひ自分でやってみてください。
あとオートバックスとかそういう車屋さんに ETC の取り付け頼むとセットアップ料金とあと取り付け工賃等って結構お金かかってしまいますので、この ETC はもうセットアップされてますので本当に簡単につけれますので、ちょっと皆さんやってみてください。で、価格の方も本当に安かったので、あの概要欄の方にリンク貼っておきますので、皆さん気になった方そちらからチェックの方よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌルでした。バイバーイ。じゃあちょっと高速降りるところもちゃんと通過できるかやってみます。よかった、もう動作的にも問題なしやな。大丈夫そう。